皆さんこんばんは、ななみです。今日はバッグの中身を紹介したいんですけど、中身を紹介するっていうか、今日はバッグを変えるので、まあ私がいつも持ってたものを移動して詰めていく、そういう感じの動画になります。それではビデオスタート。ということで、ちょっと前にも紹介したんですけど、バッグをちょっと普段使い用でこっちに変えようと思ってるので、これグッチのバッグなんですけど、このね、バッグに変えたいなと思ってるんで、このバッグに、いつも入れてるものをちょっとね、こっちに入れ替えたいと思います。ちょっとこれ最初の取りますね。私が持ってるもう一個のグッチのバッグより、こっちの方が多分大きいです。2個に分かれてるから、でもどうなんだろう。いつも入れてるものがしっかり入るのかっていうのも気になるので、ちょっとそれも見つつやっていきたいと思います。入るかしら?本当心配。じゃあまず私がいつも入れてるというか、まあ、普段基本的に入ってるものを紹介します。普段入れてるポーチというかのがあるんですけど、これですね、 RMK のクリスマスコフレについてたやつなんですけど、これ使ってます。これがなんかね、全面チャックが開くのね。こうこっから全部こうギュッて開くからバッて開けるから結構気に入ってて、これ使ってます。で、中身なんですけど、基本的に入れてるものはコンシーラー、イブサンローランのコンシーラー、これハイカバータイプの方と、ウズのライナー、これブラウンです。私は基本的にブラウンを入れてるかな。で、眉毛取れたら嫌なので、一応こういうエクセルのペンタイプ、ペンがついてて、まあ、これ説明しなくても分かるよね、みんな。こういうチップみたいなのがついてるやつ、これも入れてます。これ入れとけば変な話、ノーズシャドウをこう足すこともできるので、これも入れてます。で、あとは、で、リップがその日つけてるものか、このキャンメイクのメルティルミナスルージュの05番と、セザンヌのラスティングリップカラー N の504番。この2つを、まあ、基本的には入れてますね。そしてこれがイプサの去年のクリスマスコフレなんですけど、こういった、ちょっと赤みの入った、なんかネリチークみたいな、まあこれはリップになるんですけど、と、パウダーがついてて、ここはシェーディングで、ここがハイライトみたいな感じで使えるパレット。まあこれは入れたり入れなかったりなんだけど、その日のメイクがちょっとこう赤みっぽいというか、まあ普通のこういったメイクじゃない時とかは、これを入れてますね。このタイプじゃなくても、イプサってなんかこのシリーズで、こう自分に合ったカラー、選択できるパレットがあるんですよ、同じやつ。これ持ってれば大体のお直しはもう叶うんじゃないかなっていうやつなんですけど、これ入れてます。まあ、たまにね、入れてない時もあるけど、ね、あとはこういったディオールのネットで買った時についてくるおまけの香水、シャドールインジョイっていうやつなんですけど、これすごいいい香りするので、これも入れてます。とにかく小さいからね、持ち運びに超便利なので。これはコスメじゃないんだけど、このトップのシミ取りっていうやつも入れてて、で、まあこれがあるといいよっていう、なんかその厚紙みたいなのがついてくるんですけど、これも一応セットで入れてます。まあ、私がすごいこぼすっていうよりかは、まあ子供だったりとか、旦那がすごいね、ラーメンの汁とかをお洋服につけちゃうんですよ。気をつけててもつけちゃうの、絶対一滴は。だからもう常にね、私が持っといてあげなきゃいけないなと思って、こういうのも入れてます。子供より旦那の方がさ、汚すの服を、困っちゃうよ。あとはビューラーも入れてます。以前まで使ってたこのマキアージュのビューラーはここに入れてます。いつも使ってるこのアイプチっていうこのビューラーは、もうメイクする時の専用で使いたいから、いつもの方に入れてます。で、あとはなんか緊急用というか、なったら困るので、一応ナプキンも1枚だけ入れてます。これ薄めのタイプなんですけど、入れてます。ってことでね、全部入れるとこんな感じのパンパン度になります。で、これを基本的にバッグにスポッて入れてるので、これを入れていきたいと思います。で、どっちに入れよう、こっちかな、こっちにスポッと入れて、とりあえず OK ね。で、あとハンドクリームなんですけど、この100均にあるなんかトラベル用のなんか容器詰め替えみたいなやつがあるんですけど、それについてた、多分これもファンデーションとかそういうの入れるため用のやつだと思うんですけど、これにクリーム、ハンドクリームを入れて使ってます。これを入れるとすごい幅取るから、小さいので代用してます。これもポーチになかったな。あとはヘピカジェル入れてます。これは子供のバッグにも入ってるし、
こっちの私の普通のバッグにも入れてます。これすぐねさっと使えるので、手がねなんか汚れてるというか、なんか気になった時に使えるので、これ便利なのでおすすめです。で、私つり革とかなんかそういう階段の端とかのさ、なんかの棒みたいな触りたくないんだけど、でもなんていうのかな、階段降りる時とかやっぱもう怖くて触っちゃうんですよ。だから嫌は嫌なんだけど、そう触っちゃうの。だからこれがないとちょっと不安で、これは入れてます。これもメイクポーチの中かな、てかメイクポーチの中ばっかりだな、これ。で、財布は前にも紹介したんですけど、バレンシアガのものを使ってます。ミニバッグを使うことが多いので、財布もミニにしてます。これで全然、もうカードも入るし、全然十分なので、これで使ってます。だから財布をこう入れます。まだ開いてるね。あとはこれ、イヤホン。AirPodsですね。これを、AirPodsと、入れ替えるの忘れですか。これも入れなきゃ。完全に子供用のさ、ティッシュと、ハンカチなんだけどさ、私も使ってるっていう、これを中に入れちゃってちょうどいいんちゃう。あと携帯か、いやでも携帯は最悪さ、自分で持てるじゃん、入れなくてもいいっていう感じなんだけど、まあ入るから、あ、まあでも入るな、携帯を入れたとしても入る。割と重くなっちゃったけど、これでいいんじゃないかな。バッグ移動成功でございます。でもほんとこのバッグはシンプルだし、サイズ的にまあすっごい見に行ったわけでもないから、ほんとのミニバッグっていうのはさ、こういうバッグのことを言うじゃない。ネットで買ったんだけど、めっちゃ小さくて超驚いた。これバウジーなんだけどさ、携帯入れるじゃん、これ8プラスなんだけどさ、もうえっていうさ、いやもう携帯とリップ入れたら終了って感じや。携帯ポッケに入れて財布のみとか、まあカードのみみたいな感じだよね。最悪これはもうポッケに携帯入れて、財布はもうカードで、まあ、この辺にもなんか入れられるけど全然隙間ないから、ハンカチカードリップとか、もうほんと最低限しか持てないなっていう感じだよね。こういうね小さいバッグ可愛いんだけどさ、入らないな荷物が。はい、ということで今回はバッグの中身を紹介しつつ、こう新しいバッグに中身を移動させたんですけど、まあ無事しっかり入ったということで、まあ、ちょっとこの胃肌だけは入れられなかったけど、うん、無事こっちに入れられたので良かったかなと思います。それではこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録はこちらからよろしくお願いします。バイバーイ。